ハラフシグモアモク、メゾウシイリは、クモ類の貝分類群の一つ。ナカイボアモクともいい、原生種では、ハラフシグモカのミを含む、クモ類の中で最も原始的な形態を見せるものとして、古くから認められてきた。主な特徴は腹部に大切構造が残っていること、糸イ,イボが腹部の中央にあることである。同様な特徴を持つ化石は、 個性外で盆棄から石炭棄にかけて見つかっている。それ以外の蜘蛛類に見られない独特の特徴として、まず腹部に外見でわかる大切の痕跡があることが挙げられる。クモが節足動物である以上、その腹部も大切とそれごとに備わった付属詞があったはずであるが、付属詞が諸肺や糸ぼの形で残っているものの明確な大切は見られない。だが、 シ伏雲かのものでは、背面と覆面に、きちん化した聖板と腹板の形で大切が明確に見て取れる。また、糸イ,イボが非常に大きく、4体が2体移設にわたって存在すること、それら、特に外側の体が、蛇腹状に多くの節に分かれること、さらにその位置が、他の雲のような肛門近くではなく、腹部中央にあることが、独自の特徴として挙げられる。なお、 別名である中イボアモクは、この糸イイボの位置に言及したものである。これらは、第10体節と第11体節の付属詞として形成され、それぞれが内詞と外詞に分かれて、これら8体の糸イイボとなる。他に、フレシの基部が発達して、化学を形成しないのも、祖先的な特徴と考えられる。また、クモアモクの中でも、原始的とされる、トタテグモ下目の多くと、 共通する特徴として、フレッシュがフワ足とさほど変わらない形であること、諸杯が2体あることなどが挙げられる。また、上顎が大きく発達し、牙が左右でなく上下方向に動く点も共通する。ただしこれは、地下生活で上顎を持って穴を掘ることへの適応でもある。それに、独占がハサミ角内部に収まることも共通の特徴である。 しかしフレッシュ期間の構造は複雑に発達しており、この点ではむしろと縦雲類より高度である。蒸気のようにこの群は4体の糸いぼを持ち、これは雲モアモクより多い。だが、その外側の大きい糸いぼには多くのデイト感があるが、内側の2体には少ないか、またはない。これらに体内から糸を供給する糸線はこの類では1種類である。雲あものものでは、 糸イイボは基本的に三体であり、糸線は一種のものものの例もあるが、少なくとも二種、多くはそれ以上の種類の糸線がある。また、シグ雲類の糸イイボの糸生産の能力は高くない。このクモは巣穴の入り口付近と乱納のみに糸を使うのも、これと符合する。原生の種はすべて地下に穴を掘り、入り口に蓋を作って生活している。この点では、 トタテグモ下目のものに共通する例が多い。ただし、それらは、巣穴内部を全部糸でかがるのに対して、このタグイのものは、入り口付近と扉だけを糸で覆う。なお、トタテグモ下目のものもほとんどが地中性であることから、古生代のこのタグイも同様な生活をしていたのではないかと言われる。古典的な分類体系では、払いボア目として、やはりまとめて扱っていた。 現在の分類体系ではこの類をグモ雲モクとし、それ以外の全ての雲を雲モクにまとめてこれと対立させる。これは分岐分類学的に見ると、この類が雲目の最も規定で分岐しており、それ以外の全ての雲はこれと姉妹群にあたる単系統をなす、との判断があるからである。かつては原生種ではシグ雲かと木村雲かを認めたが、 現在では両者をまとめて、ハラフシグモカとしている。アーサラライハシリ、アーサルマイギャリディ、パイライタレネヘデイの化石化を含める説もある。ABJ ソン A ダンロップデビットペニー、オーダーラネアイクレアック、1757イン、チャン、ゼット、Q アニマルバイオデバーシティ、アンアウトラインオブハイヤー、レベルクラセファケーションサーベイオブタクセナミック、リッチネス、ズタクサ、 ボリューム3 1 4 8マグノリアプレスページーズ149から153 ABCDEF デダウン・ロップ JA、ペニー D& ンド・ジェクル d 2020エサム・マリー・リスト・オブ・フォッシル・スパイダーズ・ゼアリレーティブスインワールド・スパイダー・カタログナチュラル・ヒストリー・ミュージアム・ベルンオンラインアット http コロンスラッシュスラッシュ wsc.nmbe.ch バージョン20点を、アクセストオンにセプテンバー2020、小野店、次編著、雲目の戸賀の分類表、日本産雲類東海大学出版会、2009年、39から42ページ。鶴崎店舟、第一章系統と分類宮上時期編、雲の生物学東京大学出版会、2000年、3から27ページ。小野編著、P78 宮下編。 P97 宮下編、P8 宮下編、P97 から99尾の P29 尾の編長、P37 宮下編、P12 ありがとうございます。